アジサイがつぼみをつけています。ふわふわのお花紙を使ってアジサイの花を作ってみましょう。一つの花に見えるのは小さな花の集まりです。でもこの花自体、実は萼が色づいたものです。本当の花はこの真ん中の小さい部分です。まずはこの一つに見える花を作っていきますので、型紙から作っていきましょう。アジサイの花びら一つ分はこんな形をしています。型紙になる紙を4つに折ります。そこに花びら一つ分を描きます。これを切ってみましょう。これが一個の花です。水色とピンクのお花紙を使いましょう。重ねたら半分に折ります。だいたい3つに折ります。これをさらに4つに折ります。そして先ほどの型紙です。これも4つに折って中心部分に合わせます。このまま切っていきましょう。広げると花びらの出来上がりです。次は花の中心部分を作ります。花に近い色を選びましょう。パンチで穴を開けていきます。これが花の中心になります。画用紙でアジサイの花の台紙を作ります。花より一回り小さいぐらいに切りましょう。お花紙が薄いので2枚ほど重ねていきます。ピンクとピンクを重ねるとピンク色のアジサイ、ピンクと青を重ねると紫っぽいアジサイ、青と青を重ねると青っぽいアジサイができます。2枚を重ねて端の方から糊をつけて貼っていきます。真ん中に先ほどの花芯を置きます。これを繰り返します。外側一周貼り終わったら内側を貼ります。少し重ねて貼っていきましょう。
これで花の完成です。葉っぱを作ります。2つ折りにした色画用紙に葉っぱの形を描きます。葉の縁をギザギザにしながら切っていきましょう。先の部分が斜めになるように折ります。あとはこれに平行に折っていきます。こんな形になります。広げるとこの葉型です。少し難しいので型紙を使って切ったり折ったりする方法もあります。そちらの動画もありますので参考になさってみてください。葉っぱの根元に糊をつけ、先ほど作った花を乗せて完成です。